どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はドラマの話いきたいと思います。はい。で、あっちゃんがゲストにいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのドラマの話で、はい、多分ゲストで話すの初めてですね。全部僕一人で語ってるんですけど、まあ、僕もいつも漫画でそうですね、呼ばれてましたね。はい、ですよね。今回、まあ、世紀末の歌というドラマ、1998年、ちょっと古いドラマですね。竹野内豊と木村佳乃、山崎努のドラマ、はい、うんうん、これがですね、僕見てなかったんです。はい、もったいない。もったいないです。それであっちゃんが教えてくれて、はい、最近見たんです。そうですね、最近見させてもらって、今になってですね、はい、はい、それで面白かったので。あ、よかったです。これはぜひあっちゃんと語るしかないなと。よかったです。いう感じで。すいません、なんかしゃしゃっちゃって。いや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 、教えてくれてありがとうございます。本当に。いやいや。いや、こんなドラマあったんだなっていう感じで。いや、僕の中で本当、未だに名作の、なんかあの、一つなんで。僕の中ではドラマでの最高峰の一つなんで。あ、知らなかったっすかって感じで、最近ですよね。そうなんですよ。だから、野島伸司脚本じゃないですか。はい、僕、野島伸司結構、まあ、いくつか見てたから。うん、はい、そこ有名ですからね。そうなんですよ。はい、チェックしたんですけど、これは全然、うん、全然頭に入ってなかったです。なんかあれですかね、裏番組とか、ね。裏番組見てたのか、うん、その、なんだろう、CM とかで予告とか、あ、まあ、雑誌で見てこのドラマは、みたいなをチェックしたときに、はい、うん、って引っかかんなかった。引っかかってこなかった。じゃないかなって、もう記憶にないですもん。で、野島伸司、他作品は好きなんですね。好きなんですよ。そう。なんでしたっけ、なんか。聖者の行進、未成年とかですね、うんうん、有名な方ですもんね。はい、なんで引っかかなかったですかね。なんか分かんないけど。だからこれがただの恋愛っぽい感じで、うん、その当時の僕は捉えてしまったのか。あ、うん、一応ちょっと余談なんですけど、これ、はい、僕は普段逆にドラマ見ないですけど、うん、たまたま見たんですけど、キャッチコピー、あのなんかこれからこういうドラマ始まりますよって、うんうん、まあ、CM 入りますよね、はい、その時は大して絵はなくて、なんか、まあ、夕日みたいな映像だけだったはずなんですけど、はいはいはい、まあ、世紀末の歌って書いてあって、はい、で、なんか、今世紀最高のラブストーリーをあなたにみたいな言い方だったんですよ。うんうんうん、で、竹野内豊主演じゃないですか。はいはい、まあ、今いろんな役者、役やるすごい多彩な方ですけど、うんうん、当時割となんかこう、イケメントレンド俳優みたいな。そうですね。うん、まあ、ちょっと、乱暴に言えば。98年だからね。はい、一番こう、イケイケのちょっとう、そうですね、まあ、悪く言えばちょっとチャラついた、あの、役多かったんで、うん、まあ、そういうふうに捉えたのかもしれないですね。あの、やっぱ虹色ライダーさんも。もしかしたらそうだったのかもしれないです。僕も少なくともそう思ったんですよ、うんうん。で、それで友達と見たら、なんか全然内容が違くて、うん、それまでのそのトレンド俳優の一見、あの竹野内豊の路線じゃなくて、うん、なんか1話ずつ完結で、そうですね。しかも毎回なんか哲学が入った。哲学が入って。はい、僕もまあ、虹色ライダーさんも好きでしょうけど、その大好物なんですよ。考えさせられる。考えさせられる。お話大好きなんですよ。まあ、ちょっとこれ多分聞く人によっては、なんか耳が痛かったり、いや、なんかめんどくせえなとか、重いなとかって思いそうな、はいはいはい、なんかまあ好きなんで。うん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 、で、そのトレンディードラマとか大好きな友人は、うん、なんだこれ、なんか今回竹内いけてねえな、つまんねえなとか言って、横で一緒に見てたんですけど、うんうん、え、めっちゃ面白くないって僕が言って、うんうん、で、そいつは1話でやめて、僕が見続けるっていう、うん。普段ドラマ見ない僕が見続けるっていう、うんうんうん、そういう感じだったんです。いや、これ1話、1話濃いですね。濃いですね。うん、1時間ものだけど。いや、そうなんですよ。濃いですよね。考え、その、はい、本当に、まあ、結構言っちゃえば極端な話っていうか、うん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 、ファンタジー入ってたりしますからね。そうですね、うんうん、なるんだけども、まあ、全部に共通するのは愛とは何かですよね。あ、共通のテーマが愛について、はい、はい、そうですね、スポットを当てて、話が、まあ、こういう、まあ、関係性があったりとか、うんうん、まあ、こういう環境下に置かれた人の、うんうん、まあ、話、はい、そこにある、まあ、愛みたいなものがこういう感じで描かれてるっていうのがあるんですけど、そうですね、はい、いや、なかなかこれはね、あの究極を言ってるっていうか、愛っつっても恋愛、まあ恋愛もあるけど、要するに、うん、でも恋愛の方の愛じゃないですもんね。もうなんかもっとあの、いろんな愛がありますから、ね、深い方の愛っていうか、うん、なんていうんですかね。そうですね。濃い方のやつですよね。ですね。薄っぺらい方じゃないですよ、はい、これは。聖書とかで言うところの愛とか、まあ、家族愛とかももちろんあるし、うん、そういうもうそっちの愛ですもんね。そうですね。恋の方少ないですもんね。はい。うん、で、一話一話このゲストがいて。あ、はい。はい、
毎回結構豪華だったりしますよね。いやそうなんです。だからもう1話なんて広末涼子じゃないですか。あ、まあそうですよね、いきなりそうですよね。そう1話ゲストで広末涼子も言っちゃうけど、まあ、幽霊じゃないですか。あ、まあ1話、はい、そう言っちゃいますね。言っちゃうけどもとかで、まあね、ずっと人を待ってたとかって言って、で、だけのうちだがどんどん性器吸い取られてとか、白髪になったりとかして、そうそうそう、いや、すげえ話だな、これ、みたいな、一話からみたいな。いや、それでなんか、あんまりこう、キリッとしてない竹内豊だったんで、まあ、その、かっこいいの見たかった友人、まあ、まあ、男子なんですけど、うんうんうん、なんかそういうの好きなやつは、なんか、あれ、なんか今回竹内どうしたのみたいな。うん、いや、でも、あまり役ですよね。そうですね。この人、上手ですからね。上手。うん、で、まあ、山崎努がめちゃくちゃかっこいいなって思いました。教授。改めて思いました。もともとなんか演技すごい上手だなって思ってるんですけど、そうですね、はい、特にここの、ね、役はすげえかっこいいなっていう。ひょうひょうとしたおじさんで、まあ、教授だから頭もいいんだけど、うん、ひょうひょうとしていながら渋く締めるとこ決めるとこ、そうですね、決めるっていう、うん、そういう感じですよね。うん、かっこよかったですね。いや本当で、まあ、一応ヒロイン役としては木村佳乃、はい、でもこの人も演技うまいじゃないですか。そうですね。そうで微妙な立ち位置が酒井真希なんですね。ああ、はい、実はいるんですよね。そう、はい、このなんかまあなんつうんだ、健常者ではない感じ。あ、そう、まあ、マスコットキャラっぽい感じで、まあそうですね、いるんだけど、まあ、結構実は重要なところで絡んだり、まあ、キーマンみたいな感じなんだけど、ね、確信ついたりしますよね。うん、そう、うん、ここがねなかなかまあなあ、まあこれ別にあらすじ言う必要もないですね。あらすじっていうか毎エピソード違うので。そうですね、ざっくり言ったらあれですよね、まあ、一応その竹野内豊と木村佳乃はちょっとまあ恋愛っぽい感じが、まあ、感じになる、うん、ありつつ進んでいくけど、前は前は違う形のなんかこう 愛をテーマにした一話完結があって、うんうん、濃い話がなって最後までいくみたいな、うんまあ、だんだんと真実の愛とは何かみたいなのをこう、うんうんうん、教授と禅問答じゃないんですけど、そうですね、経験を通してなんか考えていくみたいな、うんうん、でも投げかけてくるんですよね、めっちゃこっちに。あ、そうですね、ズバズバとでその出会いも竹野内と山崎が、うん、はいはい、自殺しようとしてたじゃないですか。お互いに飛び降りようとしてて、はい、なんかいたみたいな、お互い別なビルにですね、別なビルにいて目合っちゃって、目合っちゃってそっからなんか一緒にいるみたいな。そうですね、いやどうぞどうぞどうぞ、いや先にどうぞどうぞみたいなことやって、そう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 それでまあだから本当いろんな話がありますけども、あっちゃんがいいなと思った話は、ああ僕ですか、はい、どれですか ね、まあ言ったとおりどれもいいんですけど、うん、強いてあげるなら2話目ですかね。2話で、はい、1話目でさっきの、まあ、友達と見てて、おこれなんか違うぞこのドラマって思って、うん、はい、で2話目見たんですけど、はい、その2話目でガツッと来たんですけど、いやここ、まあ、いい話ですね、はい、これはまあ結局悲しい話でもあるんですけど、うん、割と前話として悲しい、うん、話が多い、前話として大体悲しい、はい、いやいや、悲しいエンディング多いんですけど、はい、これもその、もう代表格で、パンドラの箱っていうタイトルになってるんですけど、はい、目の見えない女の子と、うん、まあ、それをこう、なんて言うんだろうな、支える、はい、花火職人の彼氏、はい、の話だけど、まあまあ、詳細は見ていただいてでもいいんですけど、最終的にはあれですよね、うん、そのなんか、ずっと支えてきたのに、うん、まあ、うまくいかないというか、目が、まあ言っちゃっていいですもんね。うん、いいです、いいです。目が見えるようになった結果、その今まで大事にしてたものが、急になんか大事に思えなくなっちゃって、心変わりしちゃって、はい、なんか、こんな貧相なボロいところで生活してたのって、そう、あれなんか私の素敵な王子様って思ってた彼氏ってこんなにブサイクだったの、うん、みたいな、まあ、みたいな、斉藤洋介なんですけど。斉藤洋介さんがブサイク役を買って出てくる。ブサイクでとてもうまい、はい、斉藤洋介さんなんですけど。で、その女の人は、富山恵子さん、また綺麗な方ですよね。綺麗な方ですね。で、そのパンドラの箱って要するにその開けちゃならない箱って意味で、うん、要するにその人目見えるようになった、まあなったのはその斉藤洋介さん、彼氏の人が頑張ってお金稼いで手術受けさせてあげたから見えるようになったんですけど、うん、なのにそれで鏡で自分の姿を見ちゃって、うん、あ、私こんなに綺麗だったんだ、でも周りの生活と、え、彼氏だった人こんなってなって出ていくっていう、結局イケメンのお医者さん、お医者さん治してくれたお医者さん、お医者さんとくっついちゃうみたいな、これはね、はい、でもその斉藤介が最後別に恨み事言わないんですよ、ね、言わないんですよ、はい、ここが泣けてきますよね、ですよね、はい、その事実を知ってお金で手術だけして出て行っちゃったのに文句は言わないっていう、うん、自分はなんか、まあ、その時だけ夢を見たみたいな、はい、うん、いい夢を見させてもらったみたいな感じでなんか言ってましたよね、うん、
そこはなかなかガツンときますよね。でプラスその最後のその竹野内豊主人公と山崎努のそのなんていうか、うん、山崎努はまあ開けちゃならないものを開けちゃったから、うん、やっぱこうなるんだよみたいなことを 言うんだけど竹野内豊はやっぱその愛を信じたい人なんで、うんうん、その泣きながら愛は教授愛はあるって言ってくださいみたいな、うんうん、あの辺の熱さもちょっと僕の中で来るもんがあって、あこれ名作じゃないって2話目にして思ってたんですけど、うん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 、ちゃんとその後の話も期待に応えてくれたってい う, う, んうん、うんはい、そうですね。 僕は4話が結構4話目、まあ、僕本当に2話もすごい好きなんですけど、うんいいすね、4話が泣けたって考えると4話かなっていう、はい、一番涙がグッてきたっていうのは星の王子様っていう、はい4話目、この子はですね、この子のその名前知らないですけど、ま、なんか子役ですもん、ね、子役なんですよね、はい、お父さんの方が谷圭さん、そう谷圭さんですよ、ガチョウの谷圭さんですけど、谷圭さんだから有名ですけど、谷圭がいい味出してて相当いいですね。そう、谷圭さんはやっぱそうそうそう名優っていうか、まあ、うん、名優ですよね。ですね、いやいい味出してたんですよね。どうしてもこう人の親、子を持つ親としては来る話ですよね、来る話ですよねこれは。そう、まあ、結局そのなんか育ててくれた親っていうか、まあもともとその谷圭が赤ちゃんを拾って、まあその子が育ってって本当のお父さんがまあすごい政治家、お金持ちがまあ途中からやってきて、後から来るんですよね、後から来て、まあその辺は端折って、まあ結局はそっちに行く、まあ谷圭が一芝居打ってお前なんていらねえって、本当は一緒にいたいけども、その子のことを思ったらもうお前なんとか一緒にいられねえみたいな感じで、こう冷たくあしらう、突っぱねるんですよね。そう、突っぱねるところがね、すごい泣けるの。そこが泣けますよね。めっちゃ泣けるの。金だってもらったんだよ、つって。そう、俺もこの金でも贅沢しようだよ、とか言って、心にもないこと言って、ね。そう、本当はもらってないっていう。はいはい。そう、また不老者に戻ったっていう。そうですね。あそこがね。またこの子がまたお父さん本当はそんなことないんでしょって 言うんだよね。だから言う。気づくんだよね。やばいですよね。そう、ここがかなりグッときたとこですね。わ、はい、かります。来ちゃいますね。はい、ですね。うちの奥さんもこの話だって言ってたような気がする。ああ、うんうんうん。やっぱこう、心に刺さりますもん。そうですね。うん、で、それとは打って変わって5話目。あ、5話目。あの、車椅子の。ああ、そう、これも好きですね。その次の話。うんうんうん、これはなんだ。昔嘘つきだった男の人が、うんまあ、かなり悪いこともしてた感じですよね、うんうん、なんか善悪のなんか判断ができないような人がこと言ってましたよね、うん、障害というかそういうか、うん、なんか価値観の人だったんですよね、うん、で車椅子にはもうなっちゃってる、うん、なっちゃって事故でなっちゃった、うん、実際になっちゃってるんですよね、うん、でなんか割と純粋な女の人と純朴な女の人と恋に落ちて、うん、でなんか女の人が過去を知っちゃうんですよね、うん、どうもなんか悪いこといっぱいしてたらしいぞって、うん、でなんかだんだん信じられなくなっていって、うんどうも過去にいろいろ騙されてる女の人もいるらしいっつって私も、うん、あんたも騙されてんじゃないのとかって言わ、うんうん、友達に言われて信じられなくなっちゃうって話ですよね、うんはい、でよりによって最後その車椅子だけど車椅子も嘘で歩けるんでしょっつって、うん、線路にそう置き去りにするっつって置き去りにして列車来てんのにそうであんた本当歩けるんでしょっつって歩きなさいよっつってでもその人は実はもう本当は嘘つきはもうやめてて、うんまあ、ちょっと死にかけたきっかけでやめてて、うんうん、本当に純粋に愛してたんだけど、うん、なんかちょっと指輪関係の誤解とかも途中あって、まあねまあ、なんかまた誤解されるようなようなこともやるんだけど、ね、ちょっとあるんですよね、うん、それのせいで信じられなくて、うん、で結局死んじゃいますよね死んじゃいますねこれ列車に引かれて、はい、ですよねこれはちょっと衝撃的でしたねそれはまあそうですよね実際足動かないんだから、うんまあ、そのまま列車に引かれて、まあ、殺したようなもんですよね、はい、でなんでよりによってって、まあ、またこの女の人も結構過去に良くない恋愛してて、まあ、騙されたっていう過去があっての今回の恋愛だから今回こそはと思ってた時に、うん、信じてたのにっていうまた調べたらなんかちょっとこの男怪しいぞって、うん、で片身の指輪がなくなったとかあそうそうってこたことしたからそうそうそうでも本物だったんですよね、うん、実は実はそうそれでなんか最後恋愛室で死体があってまあ、列車に引かれたにしてはめちゃめちゃになってなかったんだけど、だいぶ綺麗だった、まあ、そこはいいとしてでなんかその時にまた竹野内豊がこう信じなきゃいけなかったんだよっていう、うん、あの感じがこう、うん、まあまあ激重なんですけど、うん、やっぱあの話はそうですねなんて過去はどうあれというかやっぱこうなん信じなきゃいけなかったってあの 愛とは信じることとかその辺のテーマが、うん、確かその回ですよね、うん、なんかその
絡みだったと思うんですけど、はい、ここも好きですね。いや、いいですね。重苦しくて。いや、いや、いや、なかなか。いや、そんなばっかですからね。いや、そうですね。そんな、なんか、ハッピーの、パリピみたいな話ないですから、ね、ないですから、これ全部、うん。ガツンとくる話ばっか。あ、かといって、作品の雰囲気は割とほんわかしてますよね、そういえば。あ、そうですね。重苦しいっていうよりは、まあ、テーマは重いんだけど、うんうんうん、まあ、それこそパリピっていうか、教授は女遊びしまくったり、うんうんうん、キャバクラでハメ外したりとかしてるけど、うんうんうん、テーマは重いみたいな感じですね。そうですね。だからその辺のいいバランスがあるというか、うんうん、ふわっとしてますもんね。そうですね。雰囲気は、はい、バランスいいですね。そこだから本当に親しみやすい感じでこう入っていけるっていうか、はい、そこが本当に上手に、うんうん、作られたドラマなんだなと。ジョン・レノンの歌の演出も綺麗 で、 うで、うん、合ってますからね。ここは外せなかったんだろうね。はい。でも多分それのせいで DVD とかになってないんですよ。なってないんですよ。なってないからね、なかなか見ることができない。はい、見れないですよね。はい。まあ一応 YouTube で、あれですね。見れますね。はい。見れますので、はい、そこで最終回以外が。以外が。最終回以外は YouTube で見れます。はい。僕はそれで見ました。はい。なので、そこを見ていただいて、僕もあと最終話だけなんとかビデオ録画してあったんで。はい、そこは見させていただいて。まあ、なんとか、はい。はい、全部撮ってあればそれを貸せばよかったんですけど、ちょっと全部は撮ってなかったんで。はい。でも皆さんも YouTube で見れるから、見てほしいですね。ぜひぜひ見てほしいですね。見てほしいですね。いや、それで本当にこの、主なゲストが、あ、そうそうそう。まあみんな演技が上手っていうか、はい、結構主役級、うん、それこそ車椅子の声なんて三上博史じゃないですか。はい、主役級じゃないですか。次の話なんて藤原達也。藤原達也。で、9話とか大沢たかお。あ、そう、大沢たかおも良かったですね。ね、演技最高でしたね。そう、演技が上手なんですよ。腐れ役が最高でしたね。そうなんですよ。うん、一、まあ、人だけ演技下手な人。一人いましたね。その、誰か分かんない人、その名前分かんない。なんだ、主なゲストの、さらにその脇役なんだけどね。うん、ちょい役なんだけど。うまい人揃いの中で一人だけ一人だけなんかすごい目立ってんなっていう。最近は下手な人いましたね。何だったんだろうな、あれ。あれはね、なかなか、受けましたけど、ね、それ以外はもうとても皆さん、うん、上手で。お上手で、本当に。こう、見入っちゃう感じなんですけどね。でもこれ、あれですね、一個不思議な点として。はい。視聴率。いや、そうなんですよ。振るわなかったんですよね。いや、だから視聴率ね。不思議ではないか。その、僕の友達がトレンディードラマ期待して、なんかつまんなかったって言ってたのが答えか。いや、だから世間はあまりこれを面白いとは認知しなかったっていう感じなんでしょうね。でもこれ、逆に言ったら変だけど、今でも根強いファンの人はいるんですよ。いますよね。だから好きな人はめちゃくちゃ好き。っていうタイプですね。ですね、はい、うん。一般受けしないみたいな。うん、そうですね。一般受けしてたら僕が見てないんですけどね。きっと。めんどくさい人間なんで。いや、僕も多分そうだと思います。そういうのが好きな方は、ぜひ、絶対楽しんでみたいな。うんうん、見てほしいですっていう感じですね。だから僕、最近ずっとドラマなんて見てないので、あ、はい、あれなんですけど、久しぶりにそのドラマの流れっていうか、うんうん、見たときに、はい、なんか今のドラマは分かんないですよ。分かんないですけど。あるのかもしれないですけどね。なんかもしかしたらいろいろ。ポンポン話が進むなっていう。なんか、そこが、なんか気持ちよかったです。あ、なんつうんだろう。これ、関間さんと。はい、関間さんと。なんか、くどくないっていうか、なんつうんだろう。この、ワンシーンがあって、まあ次の別なシーンに、まあ、進むってなった時に、なんだろう。きちっと描かないと分からないことってあったりするじゃないですか。うん、ああ、はい。あれこの流れどうなったのみたいな、うんうんうん。でも、なんか昔のドラマってそうだったのかなっていう、その、なんだろう。あとはこの視聴者の想像で、あ、ここはこうなったんだよな、みたいな感じのとこってあるじゃないですか。いちいち余白ってやつですね。そうです、余白。余白。そこが、なんか僕はすげえポンポン進んで、めっちゃ見やすかったんですよね。野島伸二もきっと上手なんでしょうね。きっとね。そこは。だから、あ、なんか、あ、やっぱ昔のドラマってやっぱこういうところが良かったのかなって。あ、昔のって言い方したってことは、なんか他もちょっとじゃあ思い当たる感じってことですね。なんかそういうイメージ。ああ、ね、そうですね、うん。だからこの90年代のドラマっていうか、はそういうのが、僕的には見やすかったのが、いつからか、まあ、ドラマは見なくなりましたけど、だからそこがね、すごく、見てて、あ、いいなと思いましたね。一話完結っていうのがまた、あ、またそうですね、魅力的ですね。わかりやすいですからね。うん、どっから見ても、まあまあ、普通に順番に見ればいいんだけど、どっから見ても楽しめますからね。うん。愛とは何かというテーマで、うん、はい。僕が一番最後にこの最終回見て、
はい、あ、まあ、山崎努の言葉がすごく印象に残っているんですよね、うんうんうん、愛とはまあ冒険っていうのを、まあ、死にかけの山崎努死にかけの、はい、そうですね、言ってたのが、うんうん、まあ、まあ僕的にはしっくりきたっていうか、愛とは冒険、うん、そうですね、なるほどなっていう、 あとその時言ってた言葉で今思い出したんですけど、うん、 はい、あの子供が家族になって子供ができた時に、はい、子供にものすごく愛情を注ぐ、これを愛とあの勘違いする者もいるが、 あれは逃げてるだけだって言われたのは俺結構ガツンときたタイミング的に、そうそうそう、なんか僕そんなこと言ってましたっけ、言ってました結構最終回とか見たのしばらく前なんで、はい、そんなこと言ってましたっけ、言ってました、なんかまずいもの勧めちゃった、なんことないか、ガツンときました、要は逃げてるだけなんて言ってました、そう、要はそれは、はい、要はどうだったっけ、子供が愛しすぎて、はい、あのそれを愛と勘違いしているっていう、うんうんうん、はい、で僕は今ね、自分の娘がちっちゃいですから、うん、はい、娘といる時間 もう最高に幸せなので、それを愛とまでは言わないけども、うん、それがなんか自分の生きる、うん、まあ、今糧っていうか、うん、感じにはなってるんだけど、うんうん、それは愛とは言えんみたいな、あ、だから、まあ、山崎努はそれをその、うん、要は妻に対しての愛と捉えた時に、うん、それは愛じゃないっていう、うん、多分あそういうことですね、だと思うんですよね、うん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 、あ、そう考えると確かにその妻に対しての愛っていうのは今何にも多分僕はないっていう言い方、うん、語弊ありますけど、もう子供に行っちゃってるんで、うん、あ、確かにそれは逃げてるだけって言われたら何も言い返せないって思いましたなるほどすごく思いましたタイミングがまたすごかったですね、娘さんが小さい時っていうそのタイミングがそう、あ、まとえてるなと思って、なるほどですね、思いましたねまさかそんなところで食らっていたとは知らず、ねえ、これはちょっとカットせずにいきたいと思いますが大丈夫です、奥さん聞いて大丈夫なの、大丈夫です、聞かないんで聞かないですね、まあ、それ以外にも多分いろんな話のいろんな箇所で多分それぞれ刺さるとことか、うんうん、すくい上げれる部分多分あるので、はい、だから愛の形もまあ結局人それぞれで結論も違うと思うんですけど、なんかここからヒントなりなんかいろいろ考えるきっかけとか多分あると思うから面白いですよね、うん、捉え方が人によって違うと思うんですよね、はい、本当エピソードがなんとか様々だから、そうですね、うん、色とりどりのだから、うん、と思うんですよね、だからそれこそ見る時期によっては、あ、そうですね、あの、うん、すごい来るものもあれば、うん、そこまで響かないものもあるかもしれないし、あの10代の時見るのと20代30代とか全部違うっていうのはありますよね、ありますね、それはありますね、ですよ、うん、いや本当にね、これは本当に素晴らしい。あ、いや、よかったです。僕の本当にドラマ歴史に残る。ああ、よかった。ぐらい、本当に教えてもらって、本当に。紹介してよかった。よかったなと思います。いや、本当あれですね。ちゃんと DVD とか、なんか、そういう形になってくれてれば、本当最高なんですけどね。まあ、一応、ね、YouTube にあるとはいえ。それが本当、悔しいけど。そう、これはだから、まあ、理由としては、ジョン・レノンを使ったっていうところですよね。言われてますね、お金がそこ追いつかないっていうところですね。はい、ネットでもそう言われてますね。はい、多分そこが高いんじゃないか、判件が高いんじゃないか、うん、でもあれなしにはやっぱあの演出成り立たないぐらいハマってますからね、うんうん、重要ですからね、はい、うん、YouTube で、まあ、YouTube で知らない方はぜひぜひ見てください聖域マスの歌、おすすめですおすすめでございますというわけで、長々と喋りましたがあちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、というわけで虹色の音声終わりたいと思います、最後まで聞いてくれてありがとうございました、さよなら、さよなら。